私たち動画投稿を始めて約5ヶ月が経過し、50本くらいの動画をもう投稿してるんですけど、今回はその中の一番古い自己紹介動画を振り返っていこうと思います。結構みんなに顔が変わったとか言われるので、どのくらい変わったのかちょっと見ていこうと思います。早速やってみよう。はい、ということで早速再生していこうと思います。いきます。こんにちは、石川かれんです。こんにちは、日向真理です。皆さん、はじめまして。はじめまして。皆さん、はじめまして。今日からかれんと〇〇チャンネルを始めることになりました。前髪が変。1本目の動画ということで、すごい今臭い。私たちのこともっとしてもらおうと思って、自己紹介動画を撮っていきたいと思います。イエイ。では自己紹介、レッツゴー。なんか恥ずかしくない？から自己紹介お願いします。はい、石川かれんです。2003年生まれ、3月28日。間違えちゃった、生まれたいっぱいの。いっぱいいっぱい生まれるよね。2028日生まれの B 型お羊座です。出身は北海道の札幌市で、今は関東の千葉県に住んでおります。好きな食べ物は牛タンと、あれ牛タン、マルピと、マルピの20がやば、何サトシと常識の台湾編に、メイク薄すぎ、と一緒に焼肉を吸ってるみたいな顔してる。食べさせたら、そうなんですよ、牛タン美味しかった、あれに上手に、やった、なんか嬉しい。そこからハマって好きになりました。その牛タンと、ぼんじりと、あとコンビニで売ってる冷凍のぶどうが好きです。コアだな。20あご。嫌いな食べ物は、生臭いものとか、香りの強い、なんか癖の強い感じのものは苦手です。食べ物の話してて、お腹すいてる。ひなた、まるです。2003年4月29日生まれの16歳です。血液型は O 型。もう10、うん、もう17歳になった。お牡牛座です。そっか、これも1ヶ月後くらいのお牡牛座です。めぇ、うまいうまいうまい。せーの、なこ、せーの、めぇ、せーの、なこ、めっかい。出身地はフィリピンです。イエーイ。あ、そっか、フィリピンハーフか。ハーフです。一応好きな食べ物はお肉が大好き。言われてみればハーフっぽいけど、特に好きな、うん、全然ハーフっぽいよ。ハラミと、うん、すっぴんハーフっぽい。おいしいね、おいしい。お肉が好きなんだ。ちょっと匂いが強い。チーズ、この髪の触り方。チーズを好き。キムチとか漬物、漬物とか食べれなくて、だからといって野菜が食べれないわけじゃなくて、味付けによって好き嫌いが分かれます。なるほどね。そう、だからこの食品が、なんか最近これの意味が分かってきた。分かるでしょ。とかはありませんか？趣味は、なんだろう、結構一人でいるのが好きなので、一人カラオケとか最近ハマって。最近一人出るの嫌ね。誰かといた。家で一人出るときは、誰かといた。音楽一人カラオケ流して、その流してるのと別に YouTube 見てるっていう。これは変わってない。料理も最近好きで、結構作るようになりました。料理は最近はやってない。全く時間なくて。って言ってなんかすっごいゲームやり込んでるわけじゃないけど。お菓子作りたい。したいしたいね。ちょっとオーブン買ったでしょ。最近、スマホの配信、あのスマホでなんか、パックマンあって、なんかそれをめっちゃやってます。っていう、最近はね。消した。マイクとか。時間があるときは、外作ったりしてしまうぐらい。いいね。なんか鼻のハイライトごついんだけど。うんうん。そうですね、やろうね。うち、私顔薄すぎるよ。面白いじゃん、逆に。あの、ほっぺとか人に教えてくださいじゃん。それなんと、面白い。面白いじゃん。とかちょっとやってみたくない？バイオハザードとかはいけない。うなぎやろうよ。なんで？なんかお兄ちゃんがやってて、それを横で見てたから。そういう系もやってみようね。そうしよう。YouTube で喋り方って人だね。うん。やったから。外までね。やってるから。でもあるけど。だから。せっかく女の子同士だから、ちょっと女の子っぽい企画をたくさんしたいって。できてるよ。確かに。メイクとか、うん。女子会とか開いて。うん。女の子らしい。女子力髪型。え、髪型今と一緒じゃん。やりたいなって、プルピー思います。でも、2人ともやっぱ食べる？あ、違うね。作る系も結構前のやばいって、料理が上手っていう噂を、風の噂を聞いたもんね。やめてよ。ね、料理対決とか。なんか、とかもできるよ、出しだしたから。そうだね。恋愛トークとか、あ、それこそ質問コーナーやりたいですね。やりたい。カレンとマルカレン、マルカレンに向けての質問募集したいです。挨拶ってのはないから、そうなんです。みんなに考えてもらいたいなって思ってて、もしよかったらコメントにマルカレンに対する質問とオープニングの挨拶とかの案があれば。コメント欄にどしどしお願いします。めっちゃ人見てるけどさ、カンペあるわけでもないのに、なんでこんな人見てるの？癖？なんか節目しちゃうよ。意気込みは
まるは TikTok とかもチャンネルとしてよく多分やってると思うんですけど、自分のいるチャンネルっていうのが初めてなので、ちょっと喋るのも得意じゃないし、どうなるかなってちょっと不安とかもいっぱいあるんですけど、楽しく見てる皆さんも楽しんでもらえるようなチャンネルにしたいなって思うので、温かく見守ってください。お願いします。頑張れ。マルピは彼のことをしっかりサポートして、マルピのワールド全開でこれからも楽しく頑張っていきたいと思います。はい、みんな楽しんでね。口調を上げつけましょう。そうだよ、受け付けません。いっぱい更新していきます。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価と入場所コメント、よろしくお願いします。お願いします。ということで以上、あれのまるでした。バイバーイ。なんか週内の終わりな感じした。痩せたね、本当に、ね、彼もなんか垢抜けたね。別になんか今可愛くなったとは言えないけど、不細工だね。ね、笑った時の虹やのが痩せたよ、マジで頑張ったね。どの動画がお気に入り？あー、全部好き。全部好き、全部楽しいよね。おばあちゃん家の絨毯みたいな服着て、確かにクリスマスデートにモテたすぎて赤いニットを着てきて失敗した人みたいな。北海道から来た感じでした。そうだね、前髪のここちょっと待って、幅広かったね。ここやばいよね、うん、うちデブだな。20億半端非公開にしよう、この動画。非公開にしちゃうみたいな。こう見ると本当にいろいろやってきてね。なんかもう一通り結構 YouTube っぽいことやったから。そうだね。そう、またやってほしい、リベンジしてほしいみたいなこととか、また新たにこれやってほしいなとかあったらコメント欄で教えてください。お願いします。自分たちで見ても最初の動画と結構顔とか変わったなっていうのは思うんですけど、具体的にどこがって思うとあんまりよくわかんないので、みんなもね、ね、どこが変わったよっていうのがあったら教えてほしいなって思います。ということで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。お願いします。ということでカレンとマルでした。バイバーイ。